万能王系とは、馬の不系の一つ。1917年に、アメリカ合衆国で生まれた万能王を外している、不系である。現在は、レリック系とインテント系に分けられている。万能王自身は、アメリカ合衆国で、種バ入りし、アメリカ三冠馬である、ウォアドミラルなどを出したが、ウォアドミラルの種ボバ成績が、頻馬に偏ったこともあり、不系に。 大きな影響を与えたのは、ウォーレリックであり、ウォーレリックの産区であるレリックとインテントを通じた、系統が一番発展している。マンノ号の孫世代にあたるレリックを通した系統は、フランスを中心に反映し、日本においては、レリックの直子のベンチアや、ミンシオが輸入され、ベンチアは、産区のクライムカイザーが、東京優秀を制すなど成功を収め、 レリックの孫世代にあたるシルバーシャークも後継種母場を多く残したものの、父系はいずれも廃れている。しかし母系に入って、シルバーシャーク3区のホワイトナルビーが、オグリキャップとオグリローマン兄弟を出産するなど、大きな影響を与えた。同じくマンノ号の孫世代にあたるインテントを通した、系統はアメリカ合衆国において、 インテントの早尊世代にあたるリローンチが成功し、大きな影響を与えた。リローンチの孫世代にあたるティズマウは、史上初のブリーダーズカップ、クラシック連覇を達成するなど競争場として、大活躍し、守護バイり後も2005年にブリーダーズカップ、ジュベナイルフィリーズを制したフォークロアを出している。ヨーロッパでは、インテントの早尊世代にあたるノーオンファクトがウォーニングと、 マーク・オブ・ディスティンクションを出し、ウォーニングは、ディクタットを出すなどヨーロッパで成功を収め、ディクタットも種ボバイリ後、G1 馬を排出している。さらにウォーニングは日本に輸入され、サンクのカルストンライトをと、サニングデールが短距離 GI を制すなど日本でも、成功を収めた。前述のレリックとインテントを通じない系統は、日本において、 持ち込め馬の月友が1936年の繁殖入り後に東京優秀優勝馬3頭を含む現在の GI 級競争優勝馬を輩出するなど大成功を収め後継種母馬を12頭も残し万能王系の発展に大きな影響を与えたものの月友の不景は途絶えているしかし母系においては大きな影響力を残した 万能王の孫世代で輸入された林乏も、天皇賞と宝塚記念に優勝した光カルなど11頭の後継種母馬を残したが、こちらも途絶えている。万能王万能王系。ありがとうございます。